お疲れ様です。ラットです。今回はですね、新環境になったってことで、今日も電気紹介していきたいなと思います。ということで、今日はこちらのディガポイなんですけど、まあ、もう新環境がですね、もうロイヤル時代と言いますか、もう本当にロイヤルっていう名前がついてるカードがついてることで、今もうロイジャイが一気に増えましたね。で、前までロイホグも多くて、あとはロイヤルゴーストも多くて、もう本当にこの3枚のどれか使っとけば勝てるみたいな状況になってまして、まあそれに対しての、まあメタデッキと言いますかって感じで、で、ここが迷ってるんですね。このアイスピと墓石はすごい迷ってて、墓石の方が、まあロイホグに対してすごい勝ちやすいっていうのがあるんですけど、悩みだな。悩み。アイスピだと、まあ、ロイジャイに対してでいいですし、まあ、どっちでもいいな。正直どっちでもいい。ここは好みですかね。なんか、墓石でやってやりにくいって方はアイスピの方がいいと思いますし、逆にアイスピでやって、墓石の方がやりにくいってなったら、まあ、アイスピの方がいい。みたいなところで、まあ、ここは、変えてもらえればいいかなと思います。で僕はアイスピ派だったので、まあ、こちらでやっていきますってことで、まあやっていきますか。でロイジャイ来たら美味しいですね。あとはゴレとかにもこのアイスウィズベビドラの支援プラスのミニペッカの防衛力があるんですごい強いですねっていうのでやっていきます。よいしょ。相手にダクプリー、あ待って、まあいいや、まあいいや、これ、ウッドを入れてるんですけど、ロリババでしてたんですよね。これ、なんか焼き鳥が、前なんかロリババディガポイみたいなのを出してて、動画に。まあ、それと似てるんですけど、今なんか、ウッドでもいいんですけど、なんか気持ち、ロリババ使ってたんですけど、ちょいと、デッキが変わりましたね。まあ。とりあえずアイスウィズ出して、もうこれミニペッカ出しておけば、このジャイも止まるんで、そう、だからミニペッカも一気にありだなって思いましたね。これウッドサイトでダクプリの盾剥がして、OK。で、処理。よいしょ。でもディガー飛ばして、コウモリが来るけど、まあ。ここは美味しいですね。で、これも正直美味しいみたいなのがあるんですね。これトルネで吸ってあげて、まあミニピック出してもいいですけど、出さなくてもまあ言うて守れますね。これアイスピードウッドしてあげれば多分、ノーダメ？いやー、一発、まあ。一発ぐらいはあげましょうっていうので、で、これ平均コストが 3.0 でめちゃくちゃ早いんすよね。なんで、よいしょ。やばい、やった。それやった。ミニペッカで釣れると思った。やばい、痛い。それは、事故。ただの事故。ってことで、これもウッド裂いて。サイクルが良くないですね。ここトルネで吸ってあげて、やばいですね。この1300をまあどうにか守りたいっていうので、まあ、こっからですね、しっかり、後ろからアイスイズベビドラ出しとけば、言うて守れるんで、相手がめっちゃ左右に振ってくるっすね。おじょ。リガ飛ばして、オッケー、これベビドラが範囲攻撃入る。ウッドも転がす。アイスイズ出す。オッケー。これはもうトルネでこっちに吸ってあげて、こっちのアイスイズがちょっかい出して。やばい。まあやばいですけど、まあ落ち着いていきましょう。やばいよ。オッケー。危ない！なんとか乗り越えた。感じ。今めちゃくちゃギリギリな戦いしてるけど、言うてみたいなのがありますね。
相手焦ってるはずで、ここから丁寧に行きたい。 OK、 これは後ろからしっかり合わせてあげたら絶対 J は入らないんで、問題が逆サイのダックプリとかそっち系です。 OK、 ここもベビードラ出して、これ逆サイ行きますね。これアイスウィズプラスアイスピプラスのミニペプラスウッド、 OK。 でも入らない。でも逆サイが入ってて、もうこれはポイズンでフィニッシュ。いやー、まあ危ない感じもしますけど、まあちょいちょいあれですね、逆サイ釣れなかったりって事故ったりしてたんで、まあまあまあいいかなっていうので、そう、今のが多分ウッドじゃなくて、どこだ、これですね。これだったら多分陸受けがもうちょいいて結構楽だったと思うんですよね。そう、こっちです、こっちです、こっちです。ということでいきます。よいしょ。お、セイントブリッキー、これめちゃくちゃ有名なプレイヤーですね。やばい。そう、ということでよろしくと。で、もうすることもなかったら、ロリババとかを端前で転がしてあげたら、相手無視したら3発ぐらいバーバリア殴るんですよ。まずそれが強いみたいなとこあるっすね。よいしょ。これっすね。もうこれが、2発だった。でもこれだけでも、今400ぐらい削ったんで、さあ、スケアイスピンドラ。ロイジャイ？そうですよね。ロイジャイなんか増えましたね、マジで。これはもう遅延プラスの遅延で、インドラ処理して、これからのカウンターですね。で、このロリババを付け足すことによって、よいしょ。このロリババが意外と仕事するんですよね。このバーバリアン。でこれポイズンも打ってあげて、まあ回転早いんでね、まさかのこのバーバリアンが結構訳するってやつですね。オッケーオッケーオッケー、大幅なダメージリードですね。でもうミニペッカプラスのミニペッカがもうロイジェ出て瞬間に出せば多分完封できる。でもこれちょっと遅れると入っちゃうんで、これで ISP 受けてあげるともう相手ほぼほぼ入んないです。ああ、うまい。そのエレキのスケルトン相手めちゃくちゃうまい。やばい、めっちゃ入る。いてー、ロイジャイ。いや、今の相手のプレイがうまかったっすね。ただ。で、問題が相手のインドラが厄介なんですよね。もうディガーとかして、まあ、ベビドラ出すって、まあ、そうなんですよね。もうこれはポイズンの削りっすね。相手のインドラがまあこっちしんどいんで。で、ここトレネも吸ってあげて、ロイジェ入れないようにして、OK。でもこうしたらほぼ角で入んないんで、ロイジェのダメージは。やばっ、ペッカ。ということで、ディガー違ううちに出して、これなんか来たらポイズンしちゃいな。エリキがこれやばいっすね。やばいって見えるけど、もうなんか言うてみたいなとこあるっすね。これ防衛力めっちゃやばいんですよ、これ。ロイジェイに対してのマジでロイジェイメタなんで。あ、待って、ミスったやばいやってるそんなことある？え？やばい。え？おや？おや？さてはやったな。これはやっちゃいましたね。っていうので、いやマジで、そう。今のはごめんなさい。相手がうまかった。
いやー、今の勝ちたかったな。めっちゃ勝ちたかった。そう、これロイちゃんに対してはマジでメタデッキで勝たないといけないな、あれは。最後どうするべき ?400 でもう、あれですね、もう守らず、削りに行くが正解でしたね。もう残り400ちょっとだったんで、もうディガー飛ばしてポイズン打ってで、防衛よりも先に攻めるのが正解だったかな。って感じですね、今のはもう。カウンターモル食らって、やられちゃいましたね。っていうので、まあ切り替えて。っていうので、相手のデッキがわかんないですね。とりあえず、やばい。転がしたけど、一発、入んない。さあ、相手、なんだ。あー、痛いよ、マジチュが。もうディガー飛ばして、こっちも削りたいんでね。目がないと。だから本当になんか変わりましたね、環境が。よいしょ。まあとりあえずロイジェイが多いのと、まあ対そのロイジェイメタが増えたのありますね。で、これはまあポイズンもするんですけど、この目がないとやばい。まあ、これロリババで受けてあげて、よいしょ。そう、意外とこういうのにも便利。あー、で、このミニペッカは修理されますね。で、これが無視できないですね、このメガゴが。あ、入る。入らんか。これにディガー飛ばしたいですけど、コウモリ来る。一回、やば。それはうますぎやね。今のマジアチャおしゃれすぎでしょ。目の前にベビドラいたよ。ギガ飛ばす。メガナイト来るかな。あー、やっぱり。やっぱりそうだよねっていうので、結構ピンチみたいなのがあるですね。でもギガポエでめっちゃ削っていきたいですね。あ、そう、スケラもあったんだ。やばいやばい。やば。なんかもうやばいしか、言葉出ないわ。本当に。もう同時タイミングっていうぐらいに飛ばしてあげると、ディガーがターゲット取って、ディガーからのロリババですね。ディガー飛ばしてその瞬間にもう片手でちゃちゃっと操作して持っていくと、よいしょ。やば。え？俺のトルネードか。やばいやばい、ミニペいない、ミニペッカー。ミニペッカー、スケラ来ちゃうよ。やばいやばい。もう、待ってよ、待ってよ。そんなことある？終わったー。いやー、マジか。マジか。やばい。やばい。もう、没動画並みにひどいかもしれないですけど。いや、でもこれで、そう、僕は、0から6勝ぐらいまで、一回墓石で、やって、残りアイスピでやって、そう、これで10勝できたんで、まあ、グラチャレだと、ロイジェイがめちゃくちゃ多かったんですよね。なんで、まあ、結構ありだと思ったんですけど、まあ、負けちゃいましたねっていうので、こちらの、ロリババディガバイですね。まあよかったら使ってみてください。っていうので、今日は終わりです。では。